こんにちは、今回は軽減についてです。ついにリリースされた最強の軽減登場となります。軽減は少し特殊なキャラで、対複数敵が基本で、単体敵にもある程度火力が出る、面白い性能となっています。彼の特徴もかなり独特で分野的にも初登場です。まず軽減の性能に触れ、その後ビルドなどを紹介します。まずこちらが軽減のガチャです。星5の雷属性、運命は知恵となっていますね。そして彼のモチーフ光円錐も同時に実装です。ちなみに実際のガチャは右側になっています。星4ガス章なのか、テユンですね。星4のテユンはぜひ欲しいキャラですよね。では本題に入っていきます。まず軽減の攻撃方法は大きく3種類あり、その中でも一つがとてもユニークなものとなっています。スキル、必殺技、そして神君という存在があります。ここの左上の行動順でこの表示が神君と呼ばれる存在です。軽減を編成に入れることで5番目のキャラのように、神君が自動で攻撃を行ってくれるというものです。この攻撃が神君の攻撃となっています。神君の行動順に来た時にこのように攻撃してくれます。かなりの多段ヒットと範囲で行ってくれていますね。後で詳細に説明しますがメインは一体の敵に大ダメージです。基礎知識として神君は独立したキャラのイメージで、初期速度60、初期攻撃回数3と決まっているのも重要です。軽減自体のスキルや必殺技でそこが変動していきます。では個別に詳細な倍率などを紹介します。まずスキルのモーションがこちらになっていて、多段ヒットで複数体に攻撃が可能となっています。詳細なスキル倍率がこちらで、攻撃力 50% 分のダメージです。そして最初に説明した神君の攻撃回数をプラスにします。最初の映像で神君が多段ヒットしていて、その多段ヒットの回数を増やすということですね。また、スキルのレベルが上がれば右のようになっていきます。現状の目安として6レベルがおそらく一般的で、6レベルでは 75% の倍率まで強化が可能です。ちなみにスキル自体も敵全体なのが嬉しいですね。続いては必殺技です。こちらもスキルと同様に敵全体に対してダメージです。最初に登場した神君と一緒に大きな投げ払いです。ダメージを見て直感的にわかる通り少し控えめですね。こちらが必殺技の倍率でレベル1で 120% のダメージです。最初に説明した神君の多段ヒットを、スキルより1回多く2回も増やしてくれます。そしてこちらが育成後で必殺技レベル6で 160% までいきます。そしてスキルと必殺技で神君のヒット回数を増やした通り、軽減にとって一番重要なのが神君自体の攻撃です。神君自体にも倍率が設定されています。まずこちらがモーションで神君が単独で攻撃していますね。必殺技と異なるのがわかると思います。軽減自体に2通りの攻撃方法、神君も1つの攻撃が可能なのですね。こちらが実際の神君の攻撃での倍率や説明です。神君は5番目のメンバーとして参戦するので、神君自体に速度も設定されています。初期速度が60、初期攻撃ヒット数が3、これが重要な要素です。テイ君のスキルや必殺技でこの初期ヒット数を増やしていたわけです。そしてこのヒット数が増えることで神君の速度も上がります。ヒット数が1増えるごとに速度もプラス10されるわけです。そして神君の攻撃が終わると、速度とヒット数は初期状態に戻ります。文字にしてみるとやはり複雑に感じますよね。レベル1での神君の攻撃倍率は 33% です。レベル6神君では 49% までダメージが伸びます。この倍率は神君の1回のヒットごとに加算されます。初期状態の神君攻撃ヒット回数3では、49×3、約 150% の倍率となるわけですね。軽減のスキルや必殺技でこのヒット数を増やすことで、神君の倍率はどんどん上がっていくわけです。実際のダメージとしてはこれくらいを目安という感じです。ある程度育成を進めて3万前後が目安だと思います。続いてビルドについて解説していきます。まずは光円錐からですね。彼のモチーフ円錐が圧倒的に強いです。星5の夜明け前で、装備だけで会心ダメ 36%。スキルと必殺技もダメージバフがあり、なんといっても追加攻撃の神君のダメージを 48% もアップします。すべてが軽減に活かされる能力となっています。軽減を入手したらぜひ引きたい光円錐です。他の星5としてこちらもおすすめです。敵の数1体につき攻撃力が 9% アップ。5層までスタック可能で最大 45% の攻撃力バフ。敵を弱点撃破でも余ダメアップです。軽減は多段ヒットが基本なので、敵の人生ゲージもとても削りやすく、弱点撃破はかなりしやすくなっています。
こちらはモチーフには一つ及びませんが、割と全ての要素が軽減に活かされる内容となります。続いては星4の光円錐で3つあります。一つ目がこの世界に喧騒を。戦闘開始に EP の回復、そして必殺技のよだめアップ。軽減は神君の攻撃回数を増やすために、必殺技の回転率もかなり重要となっています。神君自体にはバフがないですが、かなりおすすめな円錐の一つとなります。続いてがこちらで天才たちの休息。装備だけで攻撃力バフ、敵の討伐でも会心ダメバフです。後者のバフは敵を倒すという条件がついてしまいますが、軽減自体が耐復数を得意としていますので、割と容易に発動可能なバフにもなっています。こちらもおすすめの円錐となります。そして最後がこちらで私の誕生です。追加攻撃に対してよだめバフ、敵の HP が低いとさらにバフです。軽減の神君は追加攻撃とみなされるので、この円錐もかなり軽減とマッチしています。ヘルタモチーフの円錐がまさか活かせるのは、かなり嬉しい展開になりましたね。光円錐を順位付けすると、ダメージ効率的にはこんな感じとなると思います。下2つの星4円錐では、そこまで差が出ないと思いますので、手持ちのものを育ててみましょう。続いては異物です。一番おすすめなのが雷の4セットですね。雷ダメバフとスキル発動で攻撃力も上がる。軽減にとって重要な攻撃力を伸ばしてくれるので、一番相性の良い異物となっています。ただ4セットは大変だと思いますので、雷2セット、ガンマン2セットも割とおすすめとなっています。攻撃力のバフは雷4セットとは落ちてしまいますが、揃いやすさという点では序盤ではガンマンでも十分です。そして移植ではありますが撃破特攻の異物も、可能性の一つとしては検討しても良いと思います。軽減には圧倒的な人生削りが可能なので、人生撃破でのダメージも伸びますので、選択肢の一つとして検討してみましょう。かなり序盤の方はガンマンに回答にでも大丈夫です。異物の厳選はほんと大変ですからね。続いて異物のオーナメントについてです。基本的にはアタッカー向けのこの2つのどちらかで大丈夫です。上の時点については追加のバフを受けるのに、キャラの回心率が 50% も必要になりますので、軽減の回心率次第という状況になります。誰にでも持たせられる汎用性の高い、宇宙封印が一番の選択肢になると思います。こちらは少しおまけ的な内容になっていて、撃破特攻が漏れる盗賊公演も一応選択肢の一つだと思います。今後の追加キャラ次第では軽減を撃破特攻盛りも、可能性の一つとして覚えておきましょう。ただ汎用性は辛いオーナメントですかね。続いて異物の部位のステータスについてです。少し厳選が必要になりますが、メインステータスを厳選できる部分の異物は、上の表の漢字となっています。下2つの球体と縄がオーナメントですね。この中でも特に一番上の胴体のステータスは、7種類もの可能性がありますので、できる範囲の厳選で全然大丈夫だと思います。回心率が一番おすすめでなければ攻撃が良いと思います。足に関しては速度も割とおすすめとなります。軽減のスキルや必殺技の発動回数により、神君の攻撃回数が増えていくためですね。そして一番下の EP 回復も速度と近い意味合いがあります。必殺技を多く打てると神君が強化できるためです。厳選は運要素が強いのであるものを使いましょう。最終的な理想としてはやはりこれが一番安定すると思います。将来的な目標の一つとなりますかね。そして少しおまけで海外のダメージ比較も見てみましょう。いろいろと細かい条件があり、今回は長くなるので、今回は詳細は割愛します。また別の機会などにご紹介したいと思います。簡単な条件は忘却の庭などで8ターンの戦闘データです。装備や異物は理想的なものとなります。また、例えばゼイレであれば増幅という自身のバフ効果があります。そういったものは対象外になるなどです。今回の軽減も神君の攻撃ヒット回数が、状況ごとに異なるので最小値のヒット回数で計算されてます。つまりゼイレはさらに上、軽減もさらに上に行く可能性があります。これは一体の敵への期待値になります。キャラ突は無突です。単体敵ではゼイレ1位、軽減が4位となっています。ゼイレ29万ダメージ、軽減25万ダメージなので、その差はたった4万ほどしかないというデータになっていますね。軽減が複数敵もカバーし単体敵でもここまで火力出そうなのは、かなりの予想外でした。続いては複数体の敵のケースについてです。基本的な条件は先ほどと同様で、こちらでは3体の敵でキャラは無突となっています。1位がクラーラ60万ダメージ、2位が軽減45万ダメージ、
クラーラが1位だったのは正直驚きましたう。クラーラは攻撃を受け反撃が可能なので、3体の敵のうち2体が彼女を攻撃して反撃した想定みたいです。権限は予想通りの2位と上位になっていますね。こちらもシンくんのヒット回数は最小値なので、軽減はさらに上位になることが予想されます。ちなみに複数体でのゼイレは約29万ダメージで、少し下の順位となっています。ただ増幅でのバフや再行動が含まれていないので、ゼイレはこの結果となったと思われます。ゼイレの再行動や必殺技でのさらに再行動は、複数の敵にも十分通用しますからね。最後は少しゼイレと比較してみましたが、軽減は範囲はもちろん単体にも強いキャラなので、ぜひ引くことをお勧めしたいです。では最後までご視聴ありがとうございました。